はじめさん、ん2月14日、誕生日だったじゃないですか。あー、約1ヶ月ぐらい経ってます。ありがとう。間違いないやつです。これです。ありがとう。はい。すごい銀色だね。どうぞ。呪術廻戦の T シャツなんですけど、おお、何が出るか分かんないんですよ。マジ？何出るか分かんない。ランダムガチャガチャ T シャツです。虎杖悠仁、北仙、五条先生、はい、なんかみんな揃ってるやつ。ななみん、あとなんかごちゃごちゃってしてるやつ。どれがいいですか？やっぱ黒線とかあったらいいな。黒線 T シャツ。黒線 T シャツ欲しいです。開けてみてください。じゃあ開けます。はい。おお。全然違う。かっこいいな。かっこいいなと思って。いやいや。黒線の反応やったやん。無力じゃない。けど五条先生人気だから一番なんかみんな欲しそうではあるね。多分かっこいいですね。え、嬉しいですか？嬉しい嬉しい。もう一個あります。もう一個、はい、やっぱはじめさんと言ったらですよね、うん、じゃあ目つぶってください。分かった。じゃあちょっと来てよ。はい、はい、え、怖いよ。はい、え、見てください。何これ、何これ。これポケモンのミユーの非売品のステッカーなんです、うん、すげえ。展示会に行った人だけもらえるっていう。あ、そうなんだ。もらってきました。かっこいい。これ自分で作ったわけではない。あ、ではないです。ちょっと今度作ります。すごいね。はい、やった、ありがとうございます。で、もう一枚あるんですよ。おこれは大地くん。なんか俺は3で大地くん1みたいな。選んでみたいな、みたいな余り物がここに。じゃあ、誕生日ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃあるやん。かわいそうだろ。おめでとうございます。ありがとうございます。こいつ、大地くん1枚でよ。くるってこれからの態度変わります。ヤッフル先生。ゆきちゃん。ヤッフル先生。ヤッフル先生です。俺ツイッターで会って打ってありがとうって出る人は心が優しくて、愛してるって出る人は愛がどうのこうのみたいなの見て、ツイッターで俺たまたま会って打ったら本当にズルなしでありがとうって出てきたんですよ。なるほど。だからすごい感謝に溢れてる人間だということが僕は分かったんですけど、ヤッフル先生は行きましょう。はい、行きます。おお、まあまあ、ありがとうですね。まあ、結構でもほらこれタイミングもあるけどね。まあ、確かにね。まあ、しょっちゅうほらなんか事務連絡でありがとうございますって言うじゃん。確かに。それでもありがとうが出ないやつがいるってことなんですよ。ちょっと他のやつ見て。そんなやつらいんのか、ちょっといたら教えてくれ。はい、わかりました。説教してこい。お、いいところに。お、行きます。はい。あ、ありがとうございます。おお、感謝に溢れてる人間ということだ。他には今誰もいないからな。すいません。みんなありがとうで誰もいなくなっちゃったんですけど、この家には今3人しかいません。全員ありがとうだったろ。全員ありがとうでした。いやー、なんか綺麗になっちゃった。あ、綺麗な、綺麗な男たちですよ。はい、今ね、すごい情報を入手しまして、なんと田中さんが15日連続同じパンツを履いているということで。本当は普段はノーパンなんです、そもそも。そうですよね。そもそもノーパンなんですけど、はい、ノーパンでいたら地になって、はい、ツイッターで調べたらノーパンだと地になるっていうツイートマジであって、だから地直すためにパンツ履き始めて、はい、でも僕パンツ持ってないんで履き替えるパンツないんすよ。ああ、それでなんで15日同じパンツ。15日ですよ皆さん。そんな人いますか？違和感とかあるんですよ、履いてて。うわっ、くせえなみたいな。ああ、まあなんか今日編集、座りながら編集してたらなんか匂うなっていう。匂う。このスーツ貫通して匂ってるから。うわー、それよっぽろっすよ。まあそれそうですよね。15日え、匂い嗅いでみていいですか？いいです。あ、怖い。失礼します。はい、ここら辺。いや、本当に真剣に、はい、臭くなかったら臭くないって言ってね。あ、もちろん真実をお伝えします。はい、いきます。あー、香ばしい。ほら、もう一人リポーター呼んでます。お、哲也リポーター。哲也リポーター。哲也リポーター映ってました、はい、ここに。はい、ずっと映ってたんですから。あなた、ではいただきます。はい、うん。田主さん、はい、ここ今まで
オレンジの電気だったでしょ。はい、暗かったんですよ。ついてるかついてないかも分かんないような明るさで。それを今取り替えました。え、取り替えたらどうなるんですか。明るくなると思います。それの点灯式です。はい、いきます。 3,2,1 ライトオン。パチン。おお、明るい。ガッチ明るい。嬉しい。嬉しい。よかった。はい、ありがとう。田中さん。はい。田中さんといえば何ですか。もうおにぎりやだ。いやー、おにぎりじゃないです。ウィンナー。あー、違う。半分正解。ソーセージ。違います。チンチンですよね。はい、ちょっとありがとう。乾杯しましょうや。はい、じゃあちょっと乾杯の掛け声俺やっていいですか。いいよ、いきます。はい、チンチン。チンチン。これ本当にチンチンっていう掛け声で乾杯する国があるんですよ。どこなんですか。フランスです。んー、だからこれからは堂々と飲みの場でチンチンしましょう。お、いいね。せーの、チンチン。タナさん、二人いればいいのか。そうだとなんかね。お待たせしました。え、何ですか。誕生日おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ダイさん、ダイさんになんとこちら、まさか。お、 PS5 のコントローラー。お、マジっすか。これ消耗品なんでパッとって。やった。確かに PS5 なんか壊れやすいっていう噂を聞かない。へえ。まあどっちにしろなんかコントローラーって、マジっすか、エイペックスとかやってると壊れるじゃないですか。そう、壊れる。確かに。まあね、こうちょっとすいません、1ヶ月くらいお世話になってくれましたけども。はい、ありがとうございます。いいね、これ使ってください。ありがとうございます。もう僕コントローラー2回投げてますから。クソガッつって向いてないだろ。ゲーム向いてない。多分向いてないか。そうなんだ。マロン、マロンもらったよ。あ、どこ行った。お疲れ様です。ねえ大地くん。はい、ちょっと遅くなりました。ほいほい。おお、クリスマスプレゼントだ。誕生日です。誕生日か。やった。アマゾンだ。え、メッセージある。はい、いい。いっぱいゲームしてください。ありがとう。はい、え、何、開けていい。全然いいっすよ。お、これはやばい。これは嬉しい。ヘッドホンや。はい、ハイパー X のヘッドホンです。これいいやつでしょ。まあちょっといいやつですね。これで最近銃撃戦のゲーム APEX をよくやってるんで、敵の足音をよくちゃんと聞いて。やった、マジで。いいマイクで。ありがとう。いえいえ。やった、 APEX やるわ。はい、はい、ありがとう。そっけね。Thank you。 いいえ、やったぜ。何やら音質も結構いいらしいです。いや、ちょうどね、買ったんだよ。なんかヘッドホンというかイヤホン買ったんだけど、壊れちゃって早速。そう、しかもこれ一応 PC と PS4 使えます。これ PS5 だけど。